おたべやシェアハウスへいらっしゃい。どうも、みーこでーす。2024年、初めての動画になります。お久しぶりでございます。もうね、去年は毎回のようにお久しぶりでございますって言ってたので、特に特別な感じもしないかもしれないんですけれども、今日はですね、簡単に新年のご挨拶というか、と、なぜ年明けすぐに更新だったりとか、ご挨拶ができなかったのかということ、あとはその他もろもろですね、ご報告だったりとか、お伝えしときたいこととかをさらっと簡単に話していけたらなと思いますので、お付き合いくださいませ。はい、ということで改めまして、昨年は皆様お世話になりました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、取り急ぎ早く動画を上げたかったので、ちょっと編集はね、簡易的に済まされていると思うんですけれども、見苦しい点があったり聞き苦しい点があるかもしれませんが、あしからずということでですね、2024年波乱の幕開けでしたね。1日には大地震が発生してしまったりだとか、2日には飛行機事故があったりだとかっていうことで、すごく不安な2024年の開幕だったと思うんですけれども、特にその現地の方にですね、住まわれてる方だったりとか、その飛行機に乗り合わせてしまった方、その後大丈夫でしょうか。もうそういったですね、ことに触れるべきかどうかっていうのもですね、ちょっとなんか変にね、触れない方がいいかなと思ったんですけれども、でも心配は心配なのでね、ちょっと最初にだけ話させていただきました。でですね、私個人的にもちょっと悲しいニュースがありましてですね、1月2日に祖母が息を引き取りました。まあ地震とかのこともあって挨拶の動画は控えさせてはいただいてたんですけれども、実はこのおばあちゃんね、年末の時点でもう順序立てて話しますね。すいません。ばあちゃん別に地震とか全然関係なくって、病気とか事故とかでもなくって、普通に老衰で旅立ったわけなんですけれども、この老衰っていうのがね、年末の時点でもう延命はしないと、食べる力が全然なくって、長くはないかもしれないっていう雰囲気がずっと年末あったんですね。それでも10月に入院をして、それは怪我での入院だったんですけど、そこから12月に退院して、で老人ホームに入ると、もう私たちみたいなど素人では介護が結構難しいということで、老人ホームずっと探してて、でまあお年もね94歳だったのでね、これから怪我とか病気とかいろいろ出てくるだろうし、介護も難しいしっていうことで老人ホーム探してたんですけど、12月の後半からすごく急激にガクッと体調が悪くなってしまって、でそれも特に病気とかそういうのではなかったはずなんですけど、まあ一つはね、あれですね、認知が急激に進んでしまったという部分ですね。で、それと老衰が、こう、合わさってしまってというか、うん、体がね、もう、生きてくのをやめようとしてたんですよね。食べれなくなったりだとか、そういう感じで。で、もう、これ以上の延命はね、ばあちゃん自体しんどいからやめよっかっていう話に、ばあちゃんの娘である私の母親と私の父親と、あと病院側だったり老人ホームだったりとかの、話し合いのもとですね、決まりまして、でもうあとはその今体に蓄えられているエネルギーを消費しきるのを待つだけっていう状態だったんですね、年末から。でまあ早くて
年越せるかわからんっていうことだったんですけれども、無事あの年は越してくれまして、で1月2日にあの旅立ちました。はい。でその葬儀とかもね、いろいろあの1週間空いたりとかして、結構バタバタしてたり、私自身ずっと実家にあの帰りっぱなしで家に帰ってなかったりとかっていう風なこともあったので、はい、こんな感じでご挨拶が遅れてしまいました、ごめんなさい。でまあ全然ね、なんかあのばあちゃんが旅立ってしまったことはすごく悲しいし、もうあの年明けからほぼ毎日ずっと泣きました。いろんなことがあってめっちゃ毎日泣いてたんですけど、でもなんかその悲しいだけじゃなくって、もうなんかお疲れ様とかなんかありがとうとか、そういう気持ちの方が強いので、あの全くネガティブな気持ちではないので、あのご安心ください。はい、私も母も家族も、はい、少しずつ前を向いてまた日常に戻りつつありますので、そこはご安心ください。はい。なんかそんなこともあってね、あの世間でのニュースになっている天災だったり事故だったりとかっていうのも相まって、すごいねもう暗い気分で始まった2024年だったんですけれども、はい。で2023年はと言いますと、スタートの年でもあり、動けないがんじがらめな年でもあったなと今振り返ると思います。いろいろね、こう2023年にはなんだろうな、新しくこう本職の方をね、あの転職したりだったりね、で私の家族も全員何かしら新しいリスタートの年だったんですよ。なのですっごいバタバタで、それも相まって、でばあちゃんの、まあ、お見舞いだったりとか、あとちょっと今あのお家をね、あの建てている途中でして、ちょこちょこ SNS ではしれっとなんかつぶやいたりとか、あの新しい家楽しみみたいなことを言ったりとかしてたので、知ってる方はもしかしたら気づいてたかもしれないんですけれども、今年ね引っ越すんですよ、マイホームに。はい、わー、夢のマイホームですそう、これもね、あのばあちゃんと一緒に住めたらなと思ったのもあって、旦那さんとの方でいろいろね、いろんな方にっていうか、主に旦那の家族に協力してもらって、やっと今年完成っていう風な運びだったんですけどね、ちょっとばあちゃんのことに関しては一歩及ばず、まあ間に合ってたとしても、もう多分一緒に住むのはね厳しかったと思うんですけれども、はい。なんかそんなね、それの打ち合わせだったりとかいろいろ重なっちゃって、コンスタントに続けられるかなって思ったんですけれども、結局月1とか2ヶ月に1回ぐらいしか上げられなくて、もうもどかしい日々でした。はぁーって感じ本当になんか思いとこう行動がなんて言うんだろう、リンクしないみたいなもどかしさがすごいずっとあって、うん、もうなんならね、コスプレも本当動画でそのイザナとヒゲキリをやりはしたけど、本当コスプレして撮影に行くとか去年の6月以降全くできてなくて、ギリあの夏インテと夏スパコミかな、あれは大阪と東京でね写真集を出した時に三ツ矢をしてたぐらいで、本当それ以外はねもう全然6月を最後に撮影行けてなくって、もうそれもねすごい欲求不満なんですよねそろそろ撮影に行きたいっていう感じなんですけれども、今年はねあのもっともっと動ける年にできたらいいなと思っております。はい。そしてもう一個ね、去年すごい個人的に大きい出来事というかありまして、さっきからチラチラ見切れてますけれども、こんにちは、ワンコが我が家に加入しました。イエーイ、こまりちゃんです、どうぞよろしくお願いしますそう、今話して普通に生活しているので、今後もねチラチラ見切れることがあると思うんですけれども、すごいやんちゃくれの女の子でございます。再来月1歳になる、まだまだ赤ちゃんなんですけれども、こまりちゃんも
よかったらお見知りおきをということで、去年ね、実はもう5月ぐらいにはこの子いて、家族が新しく増えて賑やかな生活を送っておりました。なので我が家にはね、亀のトンちゃんと猫のコテツくんと小町ちゃんとそしてこまりちゃん、このね4人のまあ子供たちですよね、と一緒に現在生活をしております。ちょこちょこそんな写真だったりとかね、なんかいろいろSNS とかでも登場させようかなと思ってます。はい、なんかね、言いたいことまとめてたんだけど全然なんかまとまらんな今年の抱負は、まあ、無理せずでも定期的な更新頻度に戻すっていう、もう初歩的なところがね今年の抱負かな。自分のその1週間自分の過去の動画とかを見返してたんですよ。でそしたらなんか過去の自分の方がね、説明も分かりやすいし穏やかだし、びっくりした。今よりもはるかにメイクとかは下手なんですけど、でもその分トークとか説明とかははるかに昔の方が親切で優しい印象だったので、今年はねそういう初心を取り戻したいというか、忘れずにでも進化もしつつみたいな感じで進めていけたらなと思っていて、コスプレだけじゃなくていろんなメイクだったりとかいろんなコンテンツにも手を出したいなとは思ってます。はいそう、いろんなコンテンツというと、具体的に言うとなんかまた有言不実行になっちゃう気がしてならないので、今はね私の胸に秘めておこうと思うんですけれども、コスプレだけじゃなくて、まあもちろんオタクコンテンツはね変わらず出していきつつ、そこにプラスいろんなことを増やしていけたらなと思ってます。最近さ、コスプレ関係の YouTuber さんってどんな人がいるんだろうと思って、あんまりその同業者は見ないようにしてたんですよ今まで。あのへこむから見ないようにしてたんですけど、このちょっとお暇を利用しまして YouTube サーフィンしてたんですよ。でそしたらね、もうなんかどんどん新しい人も出てて、で私と同時期に始めた YouTuber さんとか何人かは知ってたんですけど、もう普通に当たり前のように何万人単位の YouTuber さんになっててもう焦りしかないですよね。まあ比べても仕方がないので、私は私のペースでやっていけたらなとは思ってはいるんですけど、でもめっちゃ焦った。こまりさんがすっごいうなって遊んでますけれども、気にせず、怒ってるわけじゃないのでね。はいそう、めっちゃ焦ったわけですよ私は。危機を感じたね。まあでもメイク系とかだってもう何千何万と母体がいるわけで、それに比べたらコスプレイヤーってめっちゃ少ないとは思うので、そういう知識的な発信だったりとかもね、あの人によってやっぱポイント違うと思うし、どういうことに焦点を置くかとかも人によって違うから、一人だけ見てたら上達するってわけじゃなくて、いろんな人のねいいところを盗んで自分のものにしてほしいなっていうのはそもそも自分の中にあるので、全然あの他のコスプレイヤーさんもあの全然見ていただいて何様だ、見に行ってほしいんですよ。逆にね、見に行ってほしいんだけど、もう私が勝手なんですけど、自分が更新してないせいなんですけど、更新してなさすぎて、多分その今まで私のことを応援してくれてた人たち多分ほとんど残ってないなっていうのに薄々気づいておりましてね、ちょっと前から。それがねもうすっごい、まあファンの方ってねほら入れ替わりがあるもんだから、はい、仕方はないんです。これが普通なんですけど、ちょっと悲しくなっちゃって自分で悲しくなってしまって、でそこにそんなネットサーフィンをしたもんだから、もう余計に焦りと悲しみがうわーみたいな押し寄せてきちゃって、そうだからね、もっとねそんなもう私なんかライバルとも言えないぐらいのレベルなんですけれども、置いてかれないようにね頑張ってこう走ってついていきたいなって思ってますのでね気になるコンテンツがあったらどんどん私の動画も見に来てほしいなって思ってます。はいね、はい。でも結局なんかそのね、視聴者さんの需要も大切だけど、一番は自分がやりたいことを全部好きなだけ、自分のチャンネルなんだから発信していくのが一番かなって思ってて、まあ私が楽しいのが一番かなと今はね思うことにしたので、そこについてこれるよっていう方はですね、
今後もついてきてほしいなと思います。はあ、こんなさ登録者さんがさあ、そう、あと11月の後半に登録者数5000名様到達いたしました。ありがとうございました。これもすっごい遅くなってしまってすいません。インスタとかではねありがとうって言ってたんですけど、このチャンネルでお礼を言うのがすっごく遅くなってしまって本当に申し訳ございませんでした。で、4000人に引き続きぬるっと到達してしまったものでね、本当になんか申し訳ないですけれどもね、やっと1万人まで折り返ししましたので、ここからブワッと頑張っていきたいなと思います。でも無理はせずマルチタスクができない人なのでね、一個一個堅実にやっていきたいなと思います。あとね、まだまだやってみたいこと、日々の動画でやってみたいことっていうよりかは、将来大きくなった時にやってみたいことみたいな、こう漠然としたでっけえ夢がなんとなく芽生えましたので、で、なってみたい人とかもね、こんな人に なりたい、こう外見だけじゃなく中身もね、とか、将来こんなことをやってみたいな、みたいな、ちょっとした夢みたいなものもね、できつつありますので、そのね、夢をいつの日か達成できるためにも頑張っていきたいと思います。ということで、全然締まりませんが、言いたいことは全部言ったと思いますので、また2024年もよろしくお願いいたします。みーこでした。バイバーイ。